糸井川バイパス、新潟県糸井川市横町糸井川バイパスは、新潟県糸井川市街地を迂回する国道8号のバイパス道路である。糸井川市街地北側の海岸線を通る。当初から建設省が海岸線を通るルートで計画していたが、1966年11月に糸井川市が姫川港の建設が具体化したことを理由に、山側のルートで通すよう要望した。 その後、右予曲折の末、1968年8月12日に建設省が当初の計画通り方線を海側とすることを発表した。開通後、原道は新潟県道222号西中柱位川線になり、開通した区間が原道となっている。当期には日本海の荒波が道路脇の防波堤を越え通行止めになることがあったが、海底に 人口のリーフを設置することによって解消した。2015年5月30日に、糸井川東バイパスの大和川から押上間が開通したことにより、東バイパスの起点付近で原動と、糸井川東バイパスから接続される構造になった。姫川バイパス、糸井川バイパス、大和川バイパス、糸井川東バイパス。ありがとうございます。